になります。NIC のですね、14期生の、福山直洋さんからお話しいただきます。福山さん、大きな拍手でお願いください。はい、皆さんこんにちは。私 NIC 14期、卒業生の福山と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、一応今日タイトル宇宙って意外と近いということで、タイトル置いたんですけど、後ろの話意外と近くないっていうストーリーになっちゃったんで、やっぱり今忘れてください。この写真は、ちょうど去年かな、ちょうどシリコンバレー、サンフランシスコそばの、シリコンバレーにある NASA エイムズリサーチパークというところで、撮ってきた写真です。はい、ではちょっとまず、簡単に経歴を、紹介させてください。私14期、卒業生で、現在、大手建設会社の方で、宇宙開発の仕事に従事しております。私ちょうど NIC 行った時が2001年の時で、ちょうどあの時なんですよね。ちょうど911あった時で、確か夜9時だか10時だかに速報が入ってて、飛行機が突っ込んでいくところが、いろいろ映ってたのを今でも覚えています。はい、であの NIC のスタッフの皆さん何人か帰ってこれない方とかいて、結構あの当時中もバタバタしてたのをすごい記憶してます。でその後ですね、2002年にディアブロバレーカレッジ、先ほどの話にもありましたけども、ディアブロバレーカレッジの方へ進んで、その後 UCLA で、エアロスペースエンジニアリング航空宇宙工学を、専攻しました。ちなみにこの中で理系に進みたいっていう方、なんかそういうの決まってる方います？あんまり。あ、なるほど、分かりました。はい、ちょっと今日は行ってみたいな話ちゃんと盛り込んでますんで大丈夫です。でその、UCLA 卒業した後もうちょっと勉強したいなと思って、実家が仙台なんですけど、東北大学の方に進んで、最後博士号まで取って、現在の職に、至っております。はい、で現在ですね、当時学んだ英語と、その後専門課程に進んで PhD 取った、そういう技術とかを生かして、国内外の研究機関とか企業と、いろいろ一緒にお仕事をさせていただいております。で年に数回渡米して国際会議に出たりとか打ち合わせ、したりとかしています。最近だとヒューストンとかワシントンですかね。ちょうど先々月もコロラド行ってきて、ちょっと国際会議に出てきたんですけども、NASA の人とかもいっぱいいるようなところで、特段は仕事させていただいております。今日どこから話しようかいろいろ考えたんですけども、テーマが自分の道っていうのが、キーワードとして入っていたので、ちょっと私これまでの方みたいにこうなんていうの、積極的に何でもかんでもアクティブにみたいな感じじゃなくて、逆にこうもやもやとしてた何でもなかった高校生っていうところからスタート話しようかなと思いました。でちょっと後ろの方すいません、文字小さかったらおっしゃってください。私はもともと進学校に入ったはいいんですけど、特に何も考えずにただ漠然ともやもやと毎日過ごしてたんですけども、ただ一応宇宙開発やりたいなとは、漠然とは思ってました。で、ただ自分には無理かなって当時思ってたんですけど、このままじゃなんかダメだな、何か変えたいなと思って、高校3年生の時に、この NIC を知って、受験して、入学しましたというような経緯になってます。で最初は当然両親は猛反対でした。で学校の先生も結構みんな何考えてんだみたいな感じで言ってたんですけども、留学したいっていう何だったんでしょうね、なんかそういう気持ちだけはすごい強くて、で、ただそのなんで留学したいかっていうのが、宇宙やりたい、最先端のアメリカで勉強したいっていうのが、頭にあったの
ので、まあ、言うだけじゃなくてちょっと実際ちゃんと行動を起こそうと思って、あのいろいろ英語を一生懸命勉強したりとか、まあ、そういった形で、両親と、先生を説得していきました。で内心入ってからは、まあ、ひたすら一生懸命とにかくやりきろうと思って、一生懸命頑張ってました。でまあ、スタートは上から3番目くらいのクラスだったんですけども、そこから一生懸命頑張った結果、トーフルの点数も、まあ、あっという間にどんどん伸びます。まあ、大抵NIC に入ると学生の皆さん必ず点数バンバン上がってきます。それだけ英語漬けでみんな一生懸命やるから必ず点数は上がります。で、2学期から、まあ、多少その、レイクラウンドカレッジの、授業を、いくつか取るようになったというようなことになってます。でこの時なんかやっとと言いますか、どうしても一番取りたくて、もうとにかく必死になって頑張った結果、ちゃんと無事成績 A 獲得する、まあ、ここからちゃんと A を獲得する方法を身につけたっていうような形になってます。で、まあ、ディアブロバレーカレッジ、先ほどもお話あったんですけども、まあ、サンフランシスコ郊外 で、まあ、ここ初めての私海外だったので、それまで全く海外経験なかった状態でここで初めて海外行きました。で、ちょっと最初ホームシック気味でして、しばらくはちょっと体調良くなかったんですけども、まあそこ乗り越えたらあとはもう何でもなかったなと思います。で、私理系だったんで、理系の授業って基本的にやっぱり数学とか物理とか、まあ、そういったものが多いんですけども、文系の授業で先ほどから何回も話し合いますけど、What do you think? って聞かれて、それに対してパッと答えられないと、なかなか話進まないし、次の人に進んじゃうしとかっていうのが、最初すごい苦労した記憶があります。でそこで頑張って最初に一言発すれば、そこから会話がどんどん進んでいくというような経験をしました。で、その後2004年ですね、UCLAの、エアロスペースエンジニアリングに、編入しました。でここカリフォルニア自体が、全体的に航空宙が強いところです。で特にここ NASA の、さっきのエイムズみたいな場所ですとか、あと JPL っていうジェットプロパーションラボラトリーみたいなところと、あとモハベってちょっと、内陸のところに砂漠があるんですけども、まあ、そこにスペースポートみたいなものもあって、カリフォルニアは伝統的に航空宙が強い、州になってます。で、大体キャンパス3万人いて、うち理系はたった3000人、10% ぐらいしかいないですけども、建物はキャンパスの4分の1を理系が占めてます。で、すごい一応ノース、サウスってキャンパス分かれてて、ノースキャンパスって、このごめんなさい、ちょっと下の方になっちゃったんですけど、すごい綺麗な歴史ある建物があって、芝がこうすごい綺麗に整備されてて、すっごいキラキラしてるんですけど、やっぱり理系のサウスはちょっと暗い、全体的に暗めのイメージのところが、結構多かったなと思ってます。はい、で当時私いた時は州知事がアーノルド・シュワルツネッカーだったので、学費にもちゃんとアーノルド・シュワルツネッカーってサインが、入ってます。はい、その写真を撮ってくればよかったんですけど、すいません、持ってこれませんでした。で、まあ、そういった、留学時代を経て、まあ、もうちょっと勉強したいなと思って、大学院に進みました。で、まあ、英語いろいろもともと使えたので、英語に関しては特に苦労せず、まあ、逆にそれを活かして、今度はアメリカじゃなくてヨーロッパの方で、いろいろ研修したり、国際会議行ったりしてきました。で、いろいろ振り返ってみると、私基本的にずっと迷いっぱなしでした。迷わなかったことほぼないくらいずっと悩んでました。ただ、まあ、それでもいろいろ自分でちゃんと決めて、まあ、やるって決めて、でそのまま、きちんとやり続けたり、やり通したっていうんですかね、まあ、そういったことが、今の私を、作ってるのかなと思っています。でまあ、いろいろ それぞれその時代で、いろいろきちんと決めて一生懸命やるというのをひたすら続けた結果、もともとすごい漠然とした宇宙開発という夢は今ちゃんと私の仕事になりました。で、まあ、あんなにすごいなんかこう宇宙開発ですごい漠然とした宇宙って楽しいみたいな
漠然とした思いから今は、きちんとどうやって形にするかっていうのを細かくきちんと仕事としてお金弾くところまで一生懸命、やるようになってます、はい、で、まあ、ちょっと早いんですけど最後になりますけど何て言ってんだろうな、迷わない人って私今でも本当に羨ましいなと思います。なんかすぐ何でもパッと決められて何でもパッパッパッとやってしまう人すごい今でも本当に羨ましいと思います。ただ世の中そういう人ばっかじゃなくて、いろいろもちろん悩むこといっぱいあるし、立ち止まっちゃうことも確かにあります。ただ、そういった時に人と比べるっていうよりは人それぞれペースがあるんで あくまでも自分が最後どうしたいかどうなりたいかっていうところを、最後に外さなければ多少はいろんな道通っていいと思うんですね。まっすぐ行く人もいれば本当にくね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 曲がりながら私みたいにあっちもこっちもフラフラするような人もいますし、ただ最後に、こうなりたいっていうなんか一つ皆さんの中で核になるところがあれば、全ての道はそこにつながるというふうに私は考えています。で、NIC と会って、私初めてその時変わろうかなと思って、今日まで一生懸命、やってきました。で思ったその日に行動を起こすっていうのが、NIC で学んだことなんです。なのでもし今日皆さん何か思ったことがあればぜひ今日から行動を起こしてください。はい、私からは以上なんですけども、ごめんなさい、最後に1個ちょっとアピールをすいません、実は私会社で月の砂作ってまして、砂って言っても本物じゃなくてちょっとこれは一応模擬砂なんですけど、NASA がアポロ時代に取ってきたサンプルの成分とほぼ同じような成分のこの月の砂をこれ実は販売してます、はい、すごい高いから皆さん買わなくていいこういったものも私当時大学時代はこういうことも全くやってなかったんですけど、仕事を始めてからまたこうやって新しいことを学びながら新しい技術を身につけて、どんどん前に進んでいってます。皆さんもぜひこれからこういう砂作れるようにとか将来こういう砂を使って一緒に仕事していただけるといいかなと思います。はい、私から以上です。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではこちら